皆さんはポケットモンスターウルトラサンムーンでスカルダンという悪の組織がいたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。このスカルダンにはアジトがあり、ウラウラ島にあるイカガワ式屋敷というところなんですが、実はこのイカガワ式屋敷にはある都市伝説があるんです。それはこの1階の部屋にある暖炉、この暖炉から超低確率でデリバードが出てくるというワザップに書いてありそうな嘘くさい噂。そもそもこのアジト、スカルダンとの戦闘がやたら多くてあまりいい印象がなく、この暖炉も意味深なメッセージが出るだけで、僕自身もプレイした当時何の意味があるのか分かりませんでした。この都市伝説、公式ガイドブック、各攻略サイト、ポケモンウィキに至るまで情報を確認しましたが、デリバードに関する記載はどこにもなく、真相は闇のまま。果たしていかがわ式屋敷にデリバードは本当に存在するのか、検証したいと思います。検証方法は簡単。いかがわ式屋敷の暖炉がある部屋に入り、暖炉の中を確認して何もなければ再度入室。これを繰り返します。ちなみに何回部屋に入ったかはカウンターを使って計測します。ウルトラサンムーンが発売されてから約6年。まさかの新発見はこの動画から生まれるのでしょうか。それでは検証スタートです。ああいた、今いたよな、今絶対デリバードいたよな。ちょっと待って、何も出ない、これで終わり。ちょっと待って、8回目?超低確率とは言えないよな。ただ、これもしかしたら本当に超低確率なんだけど、奇跡的にめちゃくちゃ早く出たっていう可能性もまあゼロではないから、これちょっと、もっとやってみましょうか。あ、いた!ちょっと待って!行かないで!待ってくれてる!待って、66回目で、デリバード待ってくれてる。どういうこと?あ!逃げようとしてる。ちょっと待って、上行っちゃうよな、これ。これメッセージ出してる時は、デリバードいてくれてるってこと?これもしかして。あ!行っちゃったよ!でも待って、1回目にさ、出てきた時より、めちゃくちゃ長かったよね。それ、こっちからだったからかな。ちょっと待って、これ、謎すぎるな。でも、最初見たときは、もう本当に、一瞬で消えてったんだけど、こっちから2回目見たときは、なんか、居続けてくれてたよね、今。これ何なんだこれ、ちょっとマジで謎だな。ちょっとまだまだ検証する余地ありそうですよね、これ。とりあえず部屋の出入りを1000回ぐらいやってみて、デリバードが出る確率がどのくらいなのか検証してみます。はい、とりあえず1000回が終わりまして、出たデリバードの数は26匹でした。まあ確率にすると 2-3% くらいって感じですかね。で、一つ気になったことがあるんですけど、デリバードって必ず上に逃げるんですけど、逃げるタイミングが毎回違うんですよね。これもしかしたら部屋の出入りとかは全く関係なくて、デリバードが単純に出たり入ったりしてるだけなんじゃないかっていうふうに今思ってまして、ちょっと今からこのまま部屋に入ったままの状態でデリバード待ち伏せしてみます。やっぱ出た。ちょっと待って、これ待ち伏せ作戦成功したってことは、これあれだ、部屋の出入り関係ねえ、これ時間だわ。だいたい今6分半ぐらい待ったら出てきましたね。じゃあちょっともう一回ちょっとあれだな。タイム測りましょう。はい、とりあえず1時間ずっと待ち伏せしてみました。その結果ですね、約7分30秒ごとにデリバードが出入りしてました。というわけで今回の検証結果です。まず結論、いかがわ式屋敷でデリバードが出るという噂は本当でした。
ただ超低確率ではなくて約7分半部屋で待っていれば確実にデリバードが出る仕様になっているみたいです。次に細かい結果ですね。まずデリバードに話しかけることはできません。話しかけようとすると暖炉のメッセージが出てしまいますが、メッセージが表示されている時だけは逃げずに居座ってくれます。次、いかがわしき屋敷はサンムーンにも存在しているのですが、デリバードはサンムーンでは出現せず、ウルトラサンムーンでしか出現しません。ウルトラサンムーンでは触れ合いポケモンという要素が追加されたのですが、今回のデリバードは触れ合いができない隠し触れ合いポケモンという立ち位置なのかと思います。触れ合いポケモンについてはいろいろな攻略サイトに載ってるんですが、今回のような隠し要素はなかなか気づく人がいなかったみたいですね。次、この屋敷結構いろいろ探索してみたんですが、他にも同じようにベトベターと闇カラスが隠れていました。ただこのポケモンたちはデリバードほど待つ必要はなく、特定の場所で少し待っていれば見ることができます。というわけで今回の検証はこんな感じだったんですが、まあ、せっかくなんでね、ここまで来たら追加の検証をしましょう。もう思いつくことどんどんやっていきます。でまず一つ目、日付をクリスマスにしたらプレゼント置いてってくれる説。はい、というわけで12月25日クリスマスの日付に設定してきました。それでは変わるのでしょうか。ちょっと待ってみたいと思います。おお、来た来た。プレゼント。次、デリバードを手持ちに加えたら逃げずにこっち来てくれる説。はい、というわけでデリバードを捕まえて手持ちに加えてきました。次、色違いのデリバードを手持ちに加えたら暖炉のデリバードも色違いになる説。おお、来た。やったやったやった。はい、というわけで色違い捕まえてきました。頼む、色違い来い。